鈴鹿フェニックスは日本の競争馬である。主な勝ち倉に2007年の高松の宮記念がある。主戦機種は竹豊。2004年10月10日の二歳新馬のダート戦でデビュー。単勝一番人気になるも9着に敗れる。なおこのレースにはエージンドンバードも出走し5着となっている。その後3戦目で初勝利を挙げる。初勝利以後は芝でのレースを続ける。 三着以下に破れることのない安定したレースを続け、勝ち進み、初の重賞、朝日チャレンジカップに挑戦する。しかし、ここで四着に破れる。その後、大原ステークスを勝利し、再び重賞、富士ステークスに出走。一番人気になり、最後方から追い込むも三着に破れた。翌年、2007年初戦は、京都金牌。竹の停止により、 幸い、秀明が代打で手綱を取るが5着に破れる。続いて、竹豊に手が戻って出走した東京新聞杯では、後方から鋭い追い込みを見せ、重賞初勝利を収める。さらに続いての阪急杯でも、鋭い追い込みで、勝った、エイジンドオーバー、プリサイスマシーンと差のない3着に入る。そして高松の宮記念に挑戦。初めての1200メートルという距離と、 雨のため馬場となったコースに不安があったが、中段から差し切り、GI を勝利した。続く安田記念では、大和メジャーと対戦。一番人気に、支持されるも、前、残りが連発する馬場に加え、逃げた混合力士王が作った、スローペースで追い込み馬に不利な展開となり、直線ではよく伸びたものの前方の馬に残られ、大和メジャーの5着に敗れる。レース後、 岩手県にある、円谷場の里に放牧された。休養後は当初スプリント路線に向かわず、毎日王冠で復帰を予定していたが、第41回スプリンターズステークスに出走。しかし、本調子でないと言われたレースで9着に敗れ、結果次第で参戦予定だった。天皇賞は回避となった。そして、スワンステークスも回避。結局、 秋の最大の目標としていた第24回マイルチャンピオンシップに出走。しかしレースでは後方から追い込むが届かず3着だった。その後、阪神カップに出走する。最後の直線で束を差し切って勝利を収めた。2008年、初戦は半球杯に出走。5 9ラムというトップハンデの中。 一番人気で、望むがローレル・ゲレーロをわずかに捉えきれず頭差の二着だった。自走は、竹豊が、ドバイミーティングへ遠征中のため安城に、福永祐一を迎え、高松の宮記念に向かう。レースは、スタート直後につまずき、騎手が落馬寸前になるほどので遅れを起こし、最後の直線で上がりサンハロン32秒7という、瞬発力を見せるも届かず三着に終わった。 その後、k 王杯スプリングカップに出走、1番人気に押されたが、出遅れ直線伸びきれず3着に敗れた。続く安田記念では4番人気で出走し、道中10番手からレースを進め5着となった。休養後の秋章戦は、セントールステークスに出走し、1番人気に支持されたが、出遅れ8着に敗れた。10月5日のスプリンターズステークスでは、主戦騎手の竹豊が、 同日の外線門賞で名将サムソンに起乗するため、横山のりひろと新たにコンビを組んだが、ここでも出遅れ直線伸びきれず4着だった。続く、スワンステークスでは一番人気に支持されるも、またもや出遅れ直線で伸びきれず4着に終わった。そして大一番のマイルチャンピオンシップでは、当日に竹豊が落馬負傷したため、急遽安藤勝美に乗り換わったが、 またしても出遅れ直線で進路が狭くなったことも響き発着に、敗れた。レース後の11月24日に現役を引退し、12月4日に、日本中央競馬会の競争馬登録を抹消した。2009年より、北海道新日高町、アロースタトにて種めぼ入りした。2012年に初年度産区がデビュー。 翌年の2013年には少ない産区の中からマイネル法王ーーが NHK マイルカップを制し産区の初優勝及び初 GI 優勝となった2016年の種付けシーズンを最後に種ボバを引退功労馬として浦川優春ビレッジアエルにて予選を送ることになったマイネル法王ーー太子は GI 級競争母のローズオブスズカの 半アニにダービーステークス優勝のドクターデビアス。全アニに高松グイバイ優勝の新ーキングがいる。鈴鹿フェニックスが移動競争場のふるさと案内書。2016年10月25日、閲覧。ありがとうございます。